はいどうも、Dキャンプの中ちゃんです。今日はですね、前々からやっている、持ち運び露天風呂のですねボイラーの修理ということで、かなりチャレンジしてきたんですけども、これですね、これをですねちょっと諦めて考えを変えてですね、新たにボイラーを作ろうと思います。それで準備したのがですね、プロパンガスのこのボンベですね、これを使って、持ち運び露天風呂用のですねボイラーを作りたいと思います。まずですね、単管ですね、これぐらいの単管、もうすでに1個あったやつ、これもう1個を作ってですね、水が入るところと出るところ、こんな感じですね。こんな感じで今このボンベに穴を開けていきたいと思います。それではですね、まず穴を開けるですね位置決めしていきたいと思います。これ前に使ってたボイラーのお湯通るところのパイプですね、だいたいこの間隔に沿ってですね穴開けていきたいと思います。ちょっとここにボンベのですね溶接のつなぎ目があるので、ここをちょっとかわしていきたいですね。でこれが今使う単管のパイプですね。こんな感じですね。で今からこれ穴開けていきます。ちょっとジグソーで切ろうと思うので、マーチングソーが通るぐらいの穴をですね今ちょっと開けていきます。これで、はい、ジグソーの刃通りますね。で今ジグソーでやるんですけども、メタル用の刃つけました。これやる時はですねちょっとずつこんな感じでちょっとずつやっていきます。このカーブきつくなると切りづらくなりますんでね、ちょっとずつ穴広げていきます。はい、これでようやく一つ穴開きましたね。でこれにこの単管がですねすんなり通ればいいんですけども、ちょっとやっぱり引っかかりますね。あ、でもギリ入るかな。うん、この周り溶接するんで、まあギリギリに越したことないです。まあこんな感じで通りましたね。じゃあ、あともう一個上げていきます。あー、しんど。やった、綺麗だ。はい、これで2個目のですね穴開きました。まあ、これにタンカンがちゃんと入ればいいんですけどね。ちょっと見て、あ、ちょっと大きすぎるな。ちょっと上に比べると大きすぎるんですけども、まあなんとかなります。はい、というわけでですね、今日はガスボンベにですねパイプを通す穴を開けてみました。次の動画はですね、このボンベにこのパイプ溶接するところまでやりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。